ぱりまずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。堀口選手にとってこう KO 勝ち一本勝ちと判定勝ちって結構違うもんですか？まあやっぱ違いますよね。ちゃんと KO を取れたら、うん、まあより嬉しさも増すし、うん、まあ格闘技の面白さが観客にもうちょっと伝わるのかなって思いますよね。でもやっぱ試合では全部もちろん一本 KO は狙っ て、そうですね、うん、KO 結構狙ってたんですけどパンチ結構入ったんですけど、うん、まあ、やっぱ、まあ、昔から知っている通り荻窪選手がすごい打たれ強くて、うん、なかなかフィニッシュまではいけなかったなっていう感じですね。やっぱそのタフだなっていうのもある程度予測は立てて、そうですね、結構もう予想は立ってましたね、うん、はい、なかなか KO は厳しいんじゃないかなと思ってて、うん、でもまあパンチがしっかり入ったんで、まあ、取れるかなと思ったんですけど、まあなかなか厳しかったですね。うん、こう勝利報告のインスタにはこうね ATT の選手から、ね、はいはい、みんなコメント来たり、セルジオ・ペティスからもまあ来てましたね。はい、絶対フォローしないですけど、ね、フォローバック絶対しないですから。なんかそういうなんていうんですかね、仲良くしてこの自分は全然友達としたら多分全然問題ないですけど、うんうん、そのなんか仲良くする相手じゃないなって、うんうん、この業種で仲良くしちゃうと自分はまあ情とかも出ちゃうんで、うん、でも戦えないんで。確かにあんま堀口先生そうですね。そうなんですよ。あんまりそう仲良くしたくないんですよ。結構ねやっぱ日本だとね、まあ、練習環境も限られてるせいかこうね、ジム内での交流あったりとかっていうのが生まれやすいですけれども、はい、そうなんですよ。だからそういう部分でもまあ日本出てよかったなと思いますよね。はい、性格的にもそういう感じ。そうなんですよ。あんまりこう仲いい人とやりたくないっていうか、うん、ですね。他の選手のカーフキックとか研究してないんですけど、うん、まあ多分入り方が似てるんですよ。パンチとか蹴りとか全部の攻撃に対して入り方が似てるんで、うん、見分けがつかない。まあ荻窪選手もそう言ってたんですけど、うん、試合後の、ね、あのインタビューとかで、はいはい、まあ、見分けがつかなかったと。そう、多分その入り方は全部一緒だからですね。パンチを打ってくるのと蹴りが来るのと同じだから、そうです、見分けがつかなくて、あ、パンチかなと思った時に蹴りが来てるっていう、うん、まあ、そういう感じだと思います、はい。骨が硬いっていうこともねおっしゃってましたね。まあどうなんですかね、骨はまあ硬いのかな。なんかあんまり自分じゃ分かんないですよね、うん、それが普通なんで、うんうんうん、まあそうですね、結構あのカウンター合わせるの結構得意で、うん、まあいろんなカウンターの合わせ方だったりとか、あとはまあそのベラトルさんが出してたあの技とその試合で出した技全然違うんですけど、はい、全然違うんですけど、まああのそう見えたっていうだけであって、うんうん、まあ、まあ違う技でも練習してた技なんで、うん、うん、そうですね。じゃあもう準備してきたことはじゃあかなりやれたと。そうですね、はい、うん、ちゃんと計画通りに、まあ、動けたなって感じですね、うん、そうですね、自分の前の試合はそこまであの自分が出るんで、うん、アップとかしててあんま見てないですけど、うん、まあその後の試合は見ましたね、うん、はい。なんか気になった試合とかありましたか？まあ、そうですね、本当にその全部気になりましたけど、あの一番最後の、AJ マッキーと、サトシの試合とか、はい、まあその前のピットブルとクレベル小池の試合とか、はいはい、まあ内容的にはんって感じたところもありますけど、なんかもうちょっと攻めないのかなとか、あ、そのうん、っていうのはそのベラトール側の選手が、そうです、もうちょっと攻めないのかなと思ったんですけど、結構安牌な戦い方をしてたなと思って、普段のベラトールだともっと彼らもアグレッシブな戦い方を、まあそうですね、まあ、あの対戦相手が本当に寝技に特化した、うん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 、寝技になったらもう本当に強いっていう感じなんで、はい、多分そうならざるを得なかったっていう感じですよね、うん、なるほど。そのクレベル選手がサトシ選手がこう普段の戦いをさせなかったっていう、まあまあそうですね、そうです、う、はい、まあ、予想通りですけど思ったよりもその接戦だったなと思いましたね、うん、なんかどっちが判定がどっちに転んでもおかしくないんじゃないかなと思った試合もあったし、うん、まあ、全然なんか全敗だよっていう感じではなかったのかなとは思いましたね。もしかして次もうちょっと時期空けてやったら分かんないぐらいのかもしれないですよね。
ど、まあ難しいですよね、やっぱ契約上の問題もあるし、うん、まあでもどっちにしろ格闘技は盛り上がるんじゃないかなと思って、うん、まあだからそれはベラトールで出ようがライジンで出ようがまあ盛り上げられればいいかなと思ってるんで、うんうん、自分がそこにいることに意味があるんじゃないかなと思ってるんで、うん、はい、自分はもうそういう試合順とかそういうもう細かいことは気にしないんで、やることはやる、やらないものはやらないってもうはっきりしてるんで、まあそういうのはあんま気にしないですね。メインだろうと真ん中の方だろうと関係ないです。メインだと結構待ち時間が長かったり、まあそうですね。でも今回ちょっとそのベラトール側がもうちょっと入り遅くしようとか、はい、うん、そういう話になったんで、うん、意外とすぐパッパッと始まったですね。ああ、はい、なるほど、良かったです。2部制でその2部 そうですね、そこに間に合うようにって感じだった、はい、これが1部のスタートからだと相当長く、いやいつもそうなんですけどそれだとちょっと長いなと思いましたね今回はそういう時間的にもちょうど良かった、はい、良かったです。まあそうですね、まあ楽しみですよね、斉藤選手とあの平本選手、うん、すごい楽しみで、やっぱ平本君はだんだんこの寝技のタックルの切り方とか分かってきて、うん、でやっぱキックで培ったその打撃がすごい上手いんで、うん、まあ相手は斉藤選手はすごい寝技が上手くて、まあ、打撃も打てて、なんかセオリーにないような打撃を打つじゃないですか、うん、総合の選手って、はいはいはい、だからそれにうまく対応できるのかなとか、うん、斉藤選手本当にあの日本のトップどころなので、うん、まあ、そういう選手のタックルだったりとか寝技に対応できるのかな平本選手はとか、うん、まあ、いいカードだと思いますね、うん、自分は、うん、吉久選手対朝倉未来選手もうそうですね、いいカードですね、やっぱ両方、うん、あの一発があるし、うん、で牛久選手はまあ両方できるじゃないですか、寝技も立ち技もできるんで、うん、はいはい、まあ、楽しみな試合だなと思いますね、うん、朝倉海選手もこう、はいはい、アーチレッタ と、うんうん、SNS で試合やろうぜみたいな盛り上がりが出ているんですけれども、はいはい、どこの試合なんかもどうですか、まあ、すごい面白い試合になるんじゃないですかね、うん、うん、まあ、海君は得意 その打撃、うん、ボクシングだったりで、はい、まあ一発があるじゃないですか、はいはい、でアーチレットも一発もあるし何でもできる、うん、まあ、どっちが強いのかなっていう単純に面白そうですよね、うん、アーチレットも今回のねこう太鼓さん日本でもこう一気に名前広がったんでだから日本でやってくれたらすぐ盛り上がりそうですよね、うん、そうですね、であの入場とかもちょっと面白いじゃないですか、うん、なんか、すごかったですね、うん、だからいい感じですよね、うん、まあそれはまあ人によっても違うと思いますけど、自分はもうずっときついトレーニングしててぶっ壊れて膝がぶっ壊れて、で自分ではまあいい休みだなと思ってまあいい休暇だなと思って、はいはい、で休んでたんでその焦ることもなくしっかり休めたんで、うん、まあいい風に取りましたよね自分は、うんうん、だからそれが海君がそのいい風に怪我したからちゃんと休むっていう風に決めてれば焦んないで練習開始しないでちゃんとしてればまあまあいい方向に進むんじゃないかなと思いますけどね、うん、いかにこうまあポジティブに捉えて、そうですね、多分マイナスにそういうところで捉えても全く意味ないんで、ただ自分がこうシューッと落ちていくだけなんでそういうのをプラスに変えられるようなマインドでいるとすごい、まあ、成功するんじゃないかなと思ってます、うん。